PC エンジンデュオとは、1991年9月21日に、日本電機ホームエレクトロニクスより発売された、PC エンジンの姉妹機にあたる、家庭用ゲーム機。当時のメーカー希望小売価格は59,800円。欧米市場では、ターボオーデュの商品名で発売された、PC エンジンの周辺機器である、スーパー CD ロム2と一体化させた製品である。また、 1991年には、通称産業賞のグッドデザイン賞を受賞している。CD ロム機器を内蔵した代わりに、周辺機器を接続する端子を削除したため、NEC ホームエレクトロニクスによって提唱された、コア構想は事実上の終焉を迎えることになった。1993年3月25日に、ヘッドホン端子やバッテリー端子を削除するなどして、費用を削減し、 丸みを帯びた形状で本体色を白に変更した PC エンジンデュオ R が発売された。また、1994年6月25日にはこのデュオ R の本体色を変更し、同梱のパッドを6ボタンとした PC エンジンデュオ RX が発売されている。なお、PC エンジンデュオ R、PC エンジンデュオ RX は、海外では未発売である。 ターボオデューディオ PC エンジンデュオ RPC エンジンデュオ RXPC エンジンデュオ最初に発売されたモデルスーパー CD ロム2との一体型シャトル以外の機種に搭載されていた拡張バスが廃止された別売りのデュオモニターとデュオバッテリーを接続することにより持ち運びがターボオーデュオー欧米市場で発売されたモデル日本では未発売ソフト三本付属 PC エンジンデュオ R1993 年に通称産業賞のグッドデザイン賞を受賞。NEC のロゴマークが新しいものに変更された。本体のカラーリングの変更とヘッドホン端子やバッテリー端子等を省いた電化版。バッテリー端子等を省いたことにより持ち運びができなくなった。両用の a c アダプタと異なる a c アダプタに変更された。 デザインが丸みを帯びているところから、ラウンドの頭文字を取って、R と名付けられている。海外では、未発売。PC エンジンデュオ、RX デュオ R のマイナーチェンジ機種。さらに低価格化したもの。海外では、未発売。本体のカラーリングを一部変更。同梱のコントローラが6ボタンパッドに変更された。CD-ROM ドライブが、ピックアップ移動や読み取り精度の上がったものに、 変更されており、CD からのデータ読み込みが早くなった。バッテリーセットアーケードカードデュオハット、プレステ 4? 巻き返しへの課題先駆的だった PC エンジン。東洋経済新報社。2013年3月21日閲覧。森田和義アワー笑っていいとも。2011年11月29日放映のテレフォンショッキングより、PC エンジンデュオ R の AC アダプタ代用品。 ありがとうございます。